はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどまでは下里さんのなぜ国際協力に興味を持ったかっていうところのお話と、その後大学生の時とかに何をしていたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけれども、もう少し深掘りしていきたいなと思っているのが、シャプラニールでのインターンっていうところあったと思うんですけど、まあ、長年シャプラニールって続けられてると思うんですけど、どういうことをされたんですかね、実際インターンで。本当に大したことをしてなかったなって思い出して、ね、今アラジンの事務所にもたくさん学生のインターンさん来てくれるんですけど、みんなパソコン業務もできるし、英語もある程度できて、国際協力のキャリアをソーシャルビジネスなり国連なり行くってなんとなく外観つかめてるんですけど、その時の私ってバングラデシュ行ってなんとなく職員さんがすごいなって思って入って、大してこうパソコン業務もできずっていう感じで、いつもこう名刺を整理したりとか、切手を一緒にボランティアさんと切る作業したりとかっていうことをやってたんですけども、シャプラニールではあんまり自分の力になれないっていうことも分かったりして、でも社員さんがたくさんいて、日々みんなが協力し合いながら授業をいくつもやってるっていうことが分かったんですけども、はい、いろんなこう学びがあって、シャプラニールさんって当時オフィスに木曜日と土曜日にボランティアさんがたくさん来るんですよね。社員さんもボランティアの地域の方も一緒になって、15時になったら絶対おやつを食べるっていう時間があって、へー、面白い。私企業にインターンいたこともなければ会社に所属したこともないんですけど、きっと会社ではない文化なんだろうなって思って100% ないです。でこれが市民を巻き込んだ活動だっていうことだし、本当に参加してる方をすごい大事にしてるんだな、社員さんもすごい大事にしてるんだなっていうのが分かったっていうところがありました。なるほど、ありがとうございます。じゃあその経験を経て NPO を今後立ち上げたいっていう考えたと思うんですけど、はい、実際大学卒業した後すぐにそういった団体を立ち上げられたんですか？大学当時からお好み焼き屋さんでその時バイトしてました。あ、そうなんですね。全部飲食店だったんですけど、でバイトしていて親から仕送りをもらわずになんとなく生きていけてたので、フリーターになっても生きていけるんじゃないかっていう勘違いがそこであって、そのまま行ってしまったんですけど、仲間も増えてきて、で自分で貯金も貯めて、じゃシエラレオネにいざ行こうと思って、26万円ぐらいの航空券を買って飛び出していこうって思ったんですけど、航空機買った日に1人目のエボラ出血熱感染者っていうのが出て、その時期なんですね。で1週間ぐらい経ったら300人ぐらいに増えてたんですよね。もうこれすごく深刻だし、今コロナって致死率が 0.1% 未満っていうふうに言われてるんですけども、エボラの致死率って 50% 以上なんですね。なるほど。なので航空便もキャンセルになってしまって、その後2年間全く行くことできずに、そうなんですね。まともな活動を始められたかなっていうと、土台を作る大事な時期だったと思うんですけど、現場に行くことできなかったっていう。そうだったんですね。団体自体は大学卒業後すぐに立ち上げられたって感じですか？そうですね、大学卒業する4月の1ヶ月前の3月7日っていう日に立ち上げました。ちょうどテレビ番組見た日に合わせて、そうなんですね、作りました。そうか、じゃあそれを設立日として立ち上げたと。対象もシエラレオネっていうところは完全に固まってたっていうところですかね。そうですね、それもシャプラニールのご縁で知り合った方がいて、女性だったんですけども、彼女はテレビ番組をちっちゃい頃に見ていて、私と同じで、シエラレオネに実際いたことあるっていう女性と知り合って、で彼女と意気投合して一緒に作ろうっていう風になりました。なるほど、そうなんですね。じゃあそれがきっかけで作り始めて、まあ、とはいうもののエボラで渡航ができなくて2年間ぐらい行けなかったっていうところですね。そうなんですよ。じゃあ国内でその間は何されてらっしゃったんですか？当時はアフリカ料理を作って食べる会っていうのを主催したりとか、日本の若者の夢を応援するコンテストを開催したりとかして、それ学生を対象にしてたんですよね。若者でしたね。若者だったんです、ね、これから起業して壁を越えていくぞっていうような人たちが集まって、でソーシャルドリームコンテストっていう夢を語り合うで投票し合うコンテストを開催するんですけども、コンテスト終わって皆さん100人ぐらいの方が来てくださって、でも帰る時にはシエラレオネの問題をみんな知って帰っていくっていうようなイベントを、結局3年ぐらい渡航できなかったので200回ぐらいやりました。そうなんですね。それ3年間で200回。そうですね。やばいですね。3年間で200回か。じゃあそのイベントを通してシエラレオネの話を認知してもらって、そうですね、でそこでドネーションにもつなげてました。寄付は大きく募ってはいなかったんですけども、っていうのも私シエラレオネに行ったことなくて、そういうことですよね、思いだけをずっと喋ってる状態なんですけども、その中からでも本当に一握りの人がずっと同じことを言い続けてるし、行ったらちゃんとやってくれるんじゃないかっていう思ってくれる人
とかもいて、はい、ちょっとずつちょっとずつ寄付とか協力してくれる人ができてきて、うんうんうん、今団体作ってから8年目になるんですけど、そうなんです、長い、8年間ずっと支えてくれてる人とかもいますね、はい、あ、じゃあファンなんでしょうね、はい、そうですね、なるほど、はい、ありがとうございます。実際なんですけど、当初設立した時の団体は任意団体でした、それとも NPO 法人っていう形で最初に登録されてたんですか？ NPO を作ろうとはしてたんですけど、うん、NPO を作るのって調べてみるとすごい大変だなっていうことが、うん、そうなんですね、分かって、ちょっと聞いてみたいです、そこの話。そうですね、まず10人いないといけないんですよ、ね、そうなんですか？そうなんですよ最初人数制限があるんですねそうなんです、そうなんです、なるほど、多分法人だったら1人がお金払って、はい、そうですよね、登記してっていう、はい、とこなんですけど、はい、10人集まってまず設立法規会っていうのを開催しなきゃいけないんですね、はいはいはい、で設立法規会の議事録がまず必要です。マジか10人来ましたよっていう議事録がまず必要です。マジか、はい、でなぜ NPO にする必要があるのかっていう設立主意書っていうものを1枚用意するんですけど、はいはい、NPO って基本誰でも作れるんですね、うんうんうん、で無料で作れるのできちんとしたこう理由がなければいけないっていうことで、うんうん、なるほど、なんとかそれを書いて、マジか10人の仲間の全員の住民票の原本が必要です、うん、マジ大変すぎるとかみんな取りに行ってもらって、はいはいはい、で10人の正会員っていう会員を養成する人が必要なんですけど、うんうん、理事も作らないといけなくって、はい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 、で理事っていうのはまあ役員になるんですけども、うんうん、役員のまあ中で3分の1の人しかお給料もらっちゃいけないっていうルールもあったりとかするんですけど、はいはいはい、作って2年後ぐらいまでは誰もお給料もらわない状態でまあやってたんですけども、理事の方は全員誓約書っていうのを書かなきゃいけなくて、うん、大変でしたね、書類は本当に。で予算書も2年分作って、2年後のことなんか全然わかんないし、はいはいはい、予算書ってどうやって書くんだろうみたいなとこから始まって、そうなんで、計画書も2年分作るんですけど、はいはいはい、2年後何やってるんだろうみたいな、確かにとこから始まって、なるほど、やっぱ実際任意団体の時と NPO 法人の時って優遇とかサポーターの方の反応度とかそういったところで違いとかってありました？今は決定的なやっぱ違いがあると思います。今ってやっぱり法人格がないと取引できなかったり、はいはいはい、登録できない場所がものすごくたくさんありますし、啓発活動するっていう面で学校で講演をさせていただいたりとか、はい、子どもたちに話する機会あるんですけど、企業さんを呼ぶっていうよりかは NPO の人呼んでくださるんですよね、学校の方って。なんかそういうところでも NPO であるってことがすごく役立ちましたし、そういうことですね、あと税務面ですね、寄付を税金かからない状態でいただけたりとか、はいはい、一番良かったのがいろんな企業さんのサービスを無料で使えるっていう、ありますね、ものが結構たくさん、いや本当ぜひ使ってほしいですよね通常だったら本当に有料で使うもの、例えば PR タイムズとかそういったものも全然プレスリリース売ってますもんね、無料で。そうですね、 PR タイムズさんは申請が通っていて、うん、プレスリリースを何度も無料で売ってたりとか、うんうん、めちゃくちゃいいですよね。 Zoom は半額です。いやすごい、めっちゃいいですね、うん、なるほど。じゃあそこの、まあ、法人格として持っておくことで、はい、税制面っていうところもあるし、ツールっていうのを無料で使えるっていうところもあるし、そういったところで相当メリットあるって感じですかね。そうですね、うん、それにきちんと法人格持って寄付してくださった方に領収書発行したりとか、うんうん、きちんと報告もしていきたいなと思ったので、うんうん、NPO を作るのは必須かなっていうふうに思いました。なるほど、はい、ちょっと最後 NPO 法人のところでお聞きしたいところが、はい、決算とかってあるんですよね、法人の。ありますあります。え、それって決算処理をするのは小冊さんがされてらっしゃるんですか？あ、違います。私にはもう到底できないですだから税理士さんがやっていただいてます。そうですよね、はい、それはめちゃくちゃ難しいだろうなと思って。何が大変かっていうと、うん、事業がたくさんあるっていうことが一つ大変で、うん、NPO の会計書類って活動計算書っていうんですよね、はい、企業とちょっと違うんですよ。そうなんだ。でそれって何が書いてあるかっていうと、基本2列の構造になってて、うん、非収益活動っていうのと収益事業の会計が同じ場所に記載されてくんですね、はいはいはい、収益事業に関しては収益上げたらそこに法人税かかりますよ、うんうんうん、非収益事業に関しては寄付でこう運営されてますよみたいなことがこう書かれていて、管理費とまあ分かれてるっていう、はい、事業は2つあって管理費と分かれてる、そうなんだっていうことなんですよね、はい、で私がもう絶対できないって思ったのはなぜかっていうと、例えば航空券買うじゃないですか、はい、20万円だとしますよね、うんうん、でその航空チケットって非収益事業を使うためでもあるし、うん、アフリカの物販事業とかもやってるので、うんうんうん、収益事業に使うためでもあって、はい、ってなるじゃないですか、うん、でそれって安分しなきゃいけなくて、なるほど、何パー何パーみたいな感じで、その安分の根拠って総会で決めればいいんですけど、はいはい、それをずっと事業費で安分して、さらに管理費で安分してってなると、はい、4つに安分しないといけない。1つの航空
験台に対して、うん、いろんなとこに振り分けで帳簿をつけていかなきゃいけないやばいな実は。でそれが全部に当てはまるので、はいはいはい、到底できないということで、いややばいですね。なので税理士さんも NPO の決算もしたことがあるっていう方にお願いをして、うん、いやそうですよね。の方にものすごい書類ですね、いつも。いややばいな今聞いてて全然違うなと思ったのと、 NPO 法人でもあくまでも法人なので収益事業に対しては税はかかるんですね。あ、かかります、かかります。あ、そうなんだ、はい、そうですね。それ初めて知りました。なので税理士さんはいつも円とドルとリオンを全部やってるので、リオンはシエラレオネの通貨。そうです、かなり大変な作業かなと思います。はい、ありがとうございます、はい、ちょっと今までは大学卒業してから何をしてたのかっていうところと、あと NPO 法人の作り方とかちょっと難しいところっていうところをお話しいただきました、はい、次からは具体的に NPO 法人アラジさんで何をされてるのかっていうところをお話しいただこうかなと思います、はいはい、この動画が面白いなとか自分の役に立ったなと思った方がいらっしゃれば、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。